地鎮祭とは、土木工事や建築などで工事を始める前に行う、その土地の守護神を祭り、土地を利用させてもらうことの許しを得る。これには、神式と仏式がある。一般には神を祭って、工事の無事を祈る儀式と認識されており、安全祈願祭と呼ばれることもある。鎮地祭、土祭り、地祭り、ちわいとも言う。 費用は思考業者が負担する。地震祭、東京にて、一般的には、土地の四隅に青竹を立て、その間を締め縄で囲って、祭上と、なし、最主たる新職の下建設業者、設計者、セシュラの三列の上で取り行う。場合によっては、赤白の横断幕を張ったテントの中で行われる、こともある。祭状の中には、木の台を備え、 その中央にひもろぎを立てて、祭壇となし、米、酒、魚、野菜、塩、水等の備え物を備える。また、関西などの特定の地方によっては、伊勢神宮近隣の浜から砂、または塩を取り寄せ、四隅に置く場合もある。祭壇の左右に、青、木、赤、白、黒の五色絹の上りに榊をつけた、新榊を立てる場合もある。 この五色犬は五行説における、天地万物を蘇生している五つの要素、つまり木、火、土、金、水を表している。昔は、竜柱を立て、牛虎と羊猿の方向にそれぞれ矢を立てて、不審の安全を祈った。日本以外では、韓国や台湾でも地震災に似たお祓いをすることがある。農家が中心となって行われる。 地震祭における登りの礼一般的にその土地の神に対して豊作と農作業の際の事故防止を祈願する。春先は主に豊作と無事故祈願、秋口に行われるのは豊作への感謝と無事故の感謝を捧げている。一般的に農業関係者等が中心となり行われ、会場には町内会館に隣接した社や岩に締め縄を締めた場所等で行われ、 その場所には、登りが立てられる。仏教では、自鎮法、鎮託法、安鎮法、地点とも、あるいは俗に、地祭り、地固めの方などとも言う。密教の場合は、不動明王を本尊として行う、鎮託不動法という儀式があり、道や仏道、墓碑を混流する前にその土地を決壊して、地点を、本尊、中心として、 書店の天神や、王死した霊魂なども含めて、それらを供養し、鎮霊して、永久に湘南が及ばないように修する。道具などの場合、まだ板敷きを敷かずに土壇を沈める手法を鎮断法と、いい、自鎮と、鎮断を個別に修する。なお略式で同時に修する場合もある。壇の中央にご宝や尻尾などを入れた、剣瓶を埋めて、鎮石と呼ばれる、平らな石を置き、 再建する場合も決して動かさない。八方に、和やくさび、五玉を埋める。日蓮召集でも、寄港式という形で行われ、本尊の力で土地を清め、工事の安全を祈願する意味合いがある。敷地中央に祭壇を組み、寺院の成就本尊を掲げて、住職の同志により、土俵、正代の上、加入れの儀式が行われる。寺鎮祭の祭壇。 右上の看板には、自鎮祭、次第、一神寺、終末神神の儀、県船、祝詞創乗切れ朝三枚、桑入りの儀、玉串奉天、鉄線、昇進の儀、一神周廃、対、新官大下とある。手前右下には、森綱がある。東京都中野区にて撮影。新式の一般的な自鎮祭の流れは次の通りで、ある。 自沈祭の式次第が終了したら、直来を行う。当地でおみきで乾杯し、お供え物のお下がりを食する。神事とは別に直来の場を設け、業者が用意したビール等の飲み物、仕出しの弁当等を出したり、料理店の宴会場を借り切って祝宴が再行される、場合もある。出雲大社では、土地の最高神である、大国主大臣を仰ぎ、土地の平安堅語を祈る。 自賃祭を、出雲屋敷として、特別な神事を行う。出雲大社のお土である、お神戸を屋敷に埋めることにより、大国主大臣のご支配される屋敷となる。そして、鬼門、たたり、包囲、触りはなくなり、いよいよ繁栄するようになるという。神事は、出雲大社伝統の儀式法にて行う。神語三章やお神戸舞のを、四拍手など特殊性がある。 出雲屋敷後、年々多少の発歩を検納する出雲年度を行う、地域がある。ありがとうございます。